ちょ、ひろちゃん、テーブルかたして。ちょっともうお昼ご飯できるけん、テーブル片付けて、ひろちゃん。よいしょ。ひろちゃんって、片付けてて。おい、もう何しよっと、あんた。ちょ、何すんの？テーブル片付けてていいよって、お母さん。お昼ご飯できたけん。持ってくるけん、テーブル片付けてて。もう何回も呼びよってよ、ひろって。うん、トントンでしたらいいやん。トントンって料理作りよっとだけ。イヤホン家の中ですんなってお母さん言いよるでしょ。もう分かった、楽しみ。もう分かったってもう。ないよね。家の中でイヤホンすんなってお母さん言うたろ、何回も。もういい、分かったから。声聞こえんけん。で、集中して見たいねんもん、だって。だけど、家ではやめてて、もう。お願いしとっただけやめてよ。部屋でもあんた、お母さんが夜ご飯できたよとか。早く起きて降りてきなさいって言うてもイヤホンしとるけん聞こえてなんでしょいつも。だけどわざわざまた部屋まで上がっていってた。時間もったいなかったもん、いちいち。だけど部屋ではやめろって言うと、これお父さんが買ったのでしょ。もう募集するよ。いや募集すんなって。はいはい、分かった。はいはい、分かったで。もう絶対すんなよ、部屋ではイヤホン。分かった、はい、返し。分かったで。預かっとく、お母さん。なんでやねん、もうご飯食べるけん片付けて。じゃあ片付けたら返します。じゃあもう先返して。先片付けて。いやいや、さっき渡してから。なんでも、これじゃあお味噌汁入れるけんね、これ。いやいや、もうそれキノコちゃうから。キノコちゃうから。面白くツッコミするタイプさ。じゃあ入れるよ、キノコ。もうええって、もうあっかん。うわ、もう。はい。絶対入れんだから。うん。ちゃんと片付けてよ、もう。やっと。はい、はい。はい。え？何？声してて、ほら。いや、もう入れた、キノコ。何してんねん。入れるわけなかろたい。もう絶対やめてよ。分かった、早く返して。くせえや。